こんにちは。今日はですね、超美味しそうなセブンイレブンの冷凍食品で粉もんパーティーをしていきたいと思います。それではおーちぎら。今回の粉もんパーティーのメニューはこちら。ででーん、とろーり食感たこ焼き。ででん、イカとエビの入った海鮮お好み焼き。動画でね、食べて初めて感想を言いたいなって思ってたからずっと撮っといたの。たこ焼き、これは6個入りで1袋あたりエネルギーが318キロカロリーあります。で、電子レンジで500ワットで4分40秒ですね。ででーん、あ、こういう感じね。すごいすごい、屋台みたいになってるよ。めっちゃ美味しそう。ソースと鰹節もついてきます。ラップをかけずに電子レンジでチンするだけです。ソースはこの袋のままお湯で解凍します。海鮮お好み焼き、これ1袋あたり286キロカロリー。これ同じ方式なんだね。あ、こういう感じね。ソースと青のりが入ってます。このままおにゅん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 、あ、このトレーごと500ワットで6分50秒やっていきます。それでは調理開始。お好み焼きくん、スタンバイスタート。じゃあたこ焼きさんも温めましょう。うわ、めっちゃ美味しそうじゃん。ででーん、うわ、ささ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 、じゃじゃーん、なんと美味しそうなたこ焼きでしょう。かつお節が踊っています。それではいただきます。すっごいいい匂いなんだよ。うわー、美味しそう。よいしょ。うん、うん、とろっとろ、中がすんごいとろっとろ。外側はカリカリはしてないんだけどジューシーな感じで、本当に中がとろっとろなの。大阪に行った時にたこ焼き食べたんだけど、それと同じぐらい中がトロトロしてて、冷凍食品とは考えられない。本当に美味しい、今作ってもらった感じの味です。私お好み焼きじゃ先食べてみようかな。いただきます。これね、切れてなかったから自分で切りました。いただきます。これも美味しい。やっぱセブンの冷凍食品最高だな。生地は柔らかくて、キャベツがめっちゃシャキシャキしてて、海鮮がね入ってるからそれがプリプリしてて、味も美味しいし食感もいいね。プリプリシャキシャキって感じです。夜中とか食べたくなっちゃうね。たこ焼き、うん、粉もんパーティーする？一緒に粉もんパーティーする？よし、じゃあカメラ見て、レッツ粉もんパーティー。デレ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 、はい、デレ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 、はい、デレ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 、はい。これもおせんべいみたいなものだから粉もんだよね。待ってたよ、ちょっと手拭くから。一緒に粉もんパーティーしよう。ねえ待って、ダメ、一緒に食べるの？まだダメ。ねえまだまだ、待て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 、あ、いただきます。最高、イエーイ。これ一回買ったら止まらないと思います。一回買ってみてほしいな、一回だけ。
ラスト1個たこ焼き。ごちそうさまでした。超美味しかった。美味しすぎてまだ30個ずつぐらいいけそう。はい、ということで今回はセブンイレブンの冷凍食品のたこ焼きとお好み焼きを食べてみました。本当に美味しいのでぜひ一度食べてみていかがでしょうか。おやつとかにもね、おすすめです。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お好み焼き食べたいなって人はグッドボタン、たこ焼きを食べたいなっていう人もグッドボタン、セブンイレブンに行きたいなっていう人はグッドボタンお願いします。インスタとツイッターもぜひフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。粉もんパーティー、セブンイレブンの冷凍食品で粉もんパーティーをしていきたいと思います。